皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今使っているファンデーションはお肌に合っていますか？もしかするとメイク崩れの原因はお肌に合っていないファンデーションを使っているかもしれないです。今日はあなたのお肌に合ったファンデーションの選び方、そして私がメイクの現場でも使用している肌タイプ別におすすめなファンデーションを紹介していますので、コスメ選びの参考になれたら嬉しく思います。それではスタート。それではまずは自分のお肌が何タイプなのかセルフチェックしていきます。洗顔後化粧水など一切何もつけない状態で15分放置します。お肌が突っ張ってきたりカサカサし始めたら乾燥肌です。乾燥からくる小じわが目立ちやすい方もお見えになります。全体的にテカってきた方は脂性肌です。皮脂が過剰に分泌されるため毛穴が開きやすかったり角栓ができやすい方が多いです。部分的にテカっていたり乾燥されている方は混合肌です。皮脂が出やすい T ゾーンや頬、顎などはテカりやすいです。皮脂腺が少ない目の周りや口周りは乾燥しやすいです。オイリー肌と普通肌、オイリー肌と乾燥肌、乾燥肌と普通肌というように混合されている方は混合肌と言います。続いて脂性肌の方と間違いやすいのがインナードライです。乾燥をしているとお肌を潤わそうと過剰な皮脂が出てきてしまいます。そのテカリを見て私は脂性肌なんだって勘違いされる方もお見えになります。インナードライの方が脂性肌用のファンデーションを使うと崩れやすくなります。セルフチェックで洗顔後何もつけない状態で15分放置した時に突っ張るように乾燥してくるんですが、15分以上経過すると皮脂が出てくる方はインナードライです。以上が簡単なセルフチェックです。正確に測りたい方はスキンチェッカーなどを使用してください。ちなみにですが、お肌は季節などの環境だったり生活習慣など食べ物や睡眠、ストレスなどでも変わってきます。定期的にセルフチェックを取り入れるといいです。ではご自身の肌タイプが分かったのでファンデーションを選んでいきます。ファンデーションはタイプによって水分や油分などの配合率が変わります。そのため乾燥肌の方は水分や油分が多いもの、脂性肌の方はできるだけ油分が少ないものを選ぶことで化粧崩れしにくくなります。一般的にはパウダー、リキッド、クリームの順に油分が多くなります。カバー力も一般的にパウダー、リキッド、クリームの順にカバー力が高くなります。カバー力も参考にして選ばれるといいです。乾燥肌が気になる方は油分が多いクリームやリキッドなどを選ばれるといいです。特に乾燥が気になる方クリームがおすすめです。クリームはカバー力が高いものが多いためシミなどのトラブルもしっかりとカバーできます。クリームタイプのファンデーションでおすすめなのはこちら、高原堂のマイファンシーモイスチャーファンデーションです。美容液成分配合でしっとりとお肌を包み込むように潤います。まるでスキンケアでメイクをする発想のクリームファンデーションです。伸びもよくカバー力はあるのに重たくならないです。乾燥肌に出にくいツヤもプラスされます。メイクをしながら水分と油分が補給できるので特に乾燥をされている方におすすめなファンデーションです。プチプラでおすすめなのはメディアのクリームファンデーションです。高保湿のクリームファンデが少量でトラブルをカバーします。クリームなのにベタつかず密着性が高いです。こすれにも強いためマスクをする時期などにおすすめです。プチプラでもう一つおすすめなのはキャンメイクのクリーミーファンデーションスティックです。クリームタイプのファンデーションは油分と水分が多いんですが、スティックタイプは油分が多いのが特徴です。一枚の膜が形成され自然なツヤ肌が時短に仕上がります。カバー力は適度で重ねればコンシーラーいらずのカバー力です。続いて乾燥肌の方で春夏に使用したい方やカバー力は適度なもので大丈夫っていう方はリキッドタイプを選ばれるといいです。クリームタイプよりも油分が少ないため春夏におすすめです。美容成分や保湿成分などが配合されているものを選ばれると乾燥しにくいです。おすすめのリキッドファンデーションはこちら、高原堂のマイファンシーアクアファンデーションです。潤い成分配合で乾燥を防ぎ透明感のあるツヤ肌に仕上がります。薄く仕上げると素肌感を残した仕上がりですが、毛穴などは綺麗にカバーできます。重ねればカバー力が上がり隙のない綺麗な仕上がりです。ですが厚ぼったくならず透明感ある仕上がりのままです。
続いて脂性肌の方です。脂性肌の方は皮脂のベタつきが気になりやすいです。油分が少ないパウダータイプが一番おすすめです。皮脂が出てもパウダーが吸着してくれるため崩れにくいです。ふんわりとマットに仕上がり、落ち着いた印象に仕上がります。脂性肌の方でおすすめなのはこちら、ソフィーナプリマビスタの綺麗な素肌質感パウダーファンデーションです。皮脂や汗に強い処方で長時間崩れにくいです。細かいパウダーで厚塗りになりにくく、お肌と一体化し粉っぽくならないです。毛穴はふんわりとカバーされ、キメも整い、すごく綺麗な仕上がりです。サラサラパウダーがムラになりにくく綺麗に仕上がります。プチプラでおすすめなのはこちら、黒竜堂のポイントマジックプロのプレストパウダー C です。フェイスパウダーではあるんですが、パウダーファンデーション並みのカバー力があるのでこちらをご紹介します。パウダーですが、潤い成分が配合されていて、最後にハンドプレスをするととろけるパウダーでツヤが出て密着も高まります。細かいパウダーが毛穴を埋め、フラットに整え、毛穴落ちもしにくいです。適度なカバー力でお直しにも便利なアイテムです。パウダーよりもカバー力、そしてツヤが欲しい方、皮脂をブロックできるリキッドファンデーションを選ばれるといいです。メーカーによって一概には言えないんですが、粉体が多いものを使用すると皮脂崩れしにくいです。そのためマットなものを選ばれるといいです。こちらのケイトのパウダリースキンメーカーはパウダーをリキッド状にしたものだから、リキッドのように密着しカバー力も高いです。そしてパウダーのように粉体が多くマットに仕上がり、皮脂崩れを起こしにくいです。塗るときは手早く仕上げるのがポイントです。リキッドとパウダーの利点を兼ね合わせています。プチプラでもう一つおすすめなのはメイベリンのフィットミーです。伸びが良く軽いため薄い膜が形成され、一体感があり大変密着します。カバー力は適度にあり、サラサラなセミマットに仕上がります。汗や皮脂、こすれにも強いです。続いて脂性肌の方におすすめなリキッドファンデーションはこちらのマリークワントオビディエントフィニッシュです。リニューアルされましたオイルフリー処方ですが、保湿成分が入っているためモイスチャーバランスを整え、長時間崩れ知らずです。綺麗に伸び、ムラになりにくいです。カバー力は適度にあり、一日中くすまず綺麗なお肌をキープできます。サラサラなんですが光を跳ね返すためツヤ肌のように見えます。脂性肌の方は春夏はパウダーファンデーション、秋冬はリキッドファンデーションを使うと一番崩れにくいです。普通肌の方はお好みの仕上がりでリキッドもしくはパウダーを選ばれるといいです。混合肌の方は乾燥肌寄りなのか脂性肌寄りなのかでクリーム、リキッド、パウダーの中から選ばれるといいです。先ほどご紹介した高原堂のマイファンシーアクアファンデーションとクリニークのイーブンベターメイクアップ15、クリームタイプのファンデーションで保湿成分で潤いを与え滑らかに伸びます。カバー力は多く重ねれば高いです。少量でも伸びるため薄付きにも調整ができ自由自在です。乾燥しないけど皮脂崩れも起こしにくいです。皮脂が出やすい脂性肌の方を除き、乾燥肌から普通肌、混合肌の方まで対応できる万能なファンデーションです。こちらの2点は仕事用のメイクボックスに入っています。以上、肌タイプ別にファンデーションをご紹介させていただきました。さらにファンデーションを塗る前に下地を上手に使用すれば、お肌とファンデーションとの密着が高まり崩れにくくなります。保湿の効果のある下地を使用すれば保湿力が高まります。逆に皮脂をブロックする下地などを使用すればよりテカリにくくなります。肌タイプに合わせた下地を選んでください。混合肌の方は皮脂が出やすいパーツは皮脂をブロックする下地、乾燥しやすい他のパーツは保湿タイプの下地などのようにパーツで塗り分ければメイク崩れしにくくなります。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。